こんにちは、淀の喫茶です。ね、前回ね、3位も狙えるんじゃないかとか調子乗ってましたけど、ダントツの6位まで転落と長い連敗トンネルだったんですが、そこをね、見事脱してね、ノリノリで、じゃあ逆襲の5位を狙っていこうかなと、そんな流れでございます。さあ、やっていこうかね。須崎くん調子いいね。オーダーとしては、これでいこうか。さあ、頼むぜ。よっしゃい。ダルビッシュさんに投げ勝っちゃったよね、枕くん。やったね。よーし、よし、よし。ちょっと待て。さっき、最下位がどうのこうのっていう文字が見えたんだけど、最下位確定か。確定っぽいね。いやー、でもまあ、最後まで、ね、みんなよく頑張った。うん。僕は、君たちの戦いっぷりを誇らしく思うと思うよ。坂口さんでいこうかね。西田さんが、ね、よく頑張ってくれたね、最後の最後ね。ダメだったね。200奪三振したね、それでも。すごいね。頑張ったんだけどね、みんなね。いや、けどとか言っちゃいけないな。みんな頑張ったね。ありがとう。頑張ったから今年は、だいぶゲーム差縮まったもんね。沢口くん、これはもう、来年はアンダースローだね。もうスタミナは上がっていくと。いいよ。アンダースローに向けて下半身を作っていこうな。あらあらあら、お前ら、ゼフ長が。またスランプになりかねんな、これは。再開決定なんで、ね、若いの使っていきましょうかね。まあ、こういう感じで。いいか。まあね、勝てなくても仕方ないね。仕方ない。そういう時だってあるよ。そういう時ばっかな、時だってある。ね、6位だね。いやーでもお疲れさんでした。みんな頑張った。な。だいぶな、戦いだもんな、今年な。もう、ペナントレースになったから、上田さんがレーザービームじゃなくなっちゃった。あーし、頑張った、頑張った。ね、ゲーム差かなり縮まった。途中までね、3位争いとかしてたもんね。もう今までじゃ考えらんないとこまでね、来たもんね。来年こそやれるんじゃないかと。僕は希望が湧いてるからね、選手職人も頑張っていただきたいと思うよ。さあ、日本シリーズはバファローズ対ジャイアンツと、セリーグだいぶ混戦だったね、そう思うとね。あらあら、記載が。さあ、オフシーズンです。お疲れ様でした。年間表彰はでもうちのもなんか入ってたりするんじゃねえか？ねえ。ベップくんがベストナイン。お塩田がゴールデングラブ、やっぱりな。個人タイトルは特にはなしと。松岡さん沢村賞取ってる、すげえな。よーし、ベップくんだけじゃない。ね、塩田がゴールデングラブ取ってくれた。ゴールデングラブ取る二塁手がね、抜けちゃったから途中痛かったんだよね。あそこからね、連敗トンネル入っちゃったもんね。じゃあ契約更改していこうかね。さあ、で、コーチ契約なんですけど。どうしよう。いや、今んとこまだこれでいいかって、スカウトは、
海外スカウトどうしよう。野手取る。外国人。野手の方がいいかな。ピッチャーもね、中継ぎだいぶ安定してたんで、ちょっと山川さんが振るわねえなーって時とかの野手が欲しいので、内野手の得意な海外スカウトにして、これよかろう。んで、今回ね、西野さんもそのまま、寺島が、そうだね。頑張ったもんね。霧のいいとこまで上げよう。沼倉が20試合4勝10敗。いや、頑張った。キバ頑張ったよ。沢口くんもね、まあ、来年はアンダースローとして頑張ってくれ。白坂ね、今年頑張ったね。なんか途中離脱したりしてたけど、それでも43試合か。まあ、途中離脱してたもんね。いいよ、あげるよ。岡田さん、そう、今年めっちゃ頑張ってましたもんね。いや、感謝しかないですわ。マジで。でもね、衰えてきてるけど、まだやれますよ。こいつは、こいつは1億要求してきよったか、村木。1.31 はな、33セーブは圧倒的守護神なんだよな。あ。マジか。で、村木の、チームは 27? チームはそんななかった、君。27かも仕方ね。1億あげるよ。もっとチームを愛してくれ。この成績はね、でもほんと1億じゃまだまだね、ないぐらいまであるもんね。白田くんはね、勝てなかったけどね、4勝8敗か。まあ、それでもね、4000万ぐらい上げていいだろう。な。吉成さん、なんかね、中盤ノリノリで7勝7敗とかやってるもんね。よかったです。よかったけど、よかったけどもこのもんだろう。岩橋さん、イニングでもだいぶ投げてんね、途中からとはいえ。すいませんでした。じゃあもう希望通りに行きましょう。すいません、吉取さん。んで、岩橋さんが、あれ?あー、なるほどね。16試合しか投げてねえのか。まあ、そうね。最近上位でいいっすよ。んで、山本さんがなんかね、頑張ったね、今年。それでも19イニングとかなんだね。下さんはまあ、現状維持と。現状維持っていうか、3年契約だろ、確か。なあ、FA で。なおいくんはね、めっちゃ頑張ったね。180イニング投げたけど、お前要求してくるな。1億1000万。まあね、あげたい気持ちはあるけどね、なおいくんね。君はチーム愛70か。うちの上限は1億までと決まっているんだ。すまないね。石山さんはね、ちょっとね、困ったね。出番なさそうなんだよな。すみません。これで勘弁してください。八木沼なぁ。1勝3敗だろう。もうちょっとまあチャンス上げてもよかったかな。これでよかろう。宮山くんそのままね、来年期待してるよ。で、斉藤さんが、5試合投げて0勝2敗。でも覚醒するとかいう面白いのを見せてくれたんですよね。この年になって覚醒するもんね。面白かったな。現状維持でいいや。バネットさんな、引退止めたいけど。もうな、お疲れ様でした。今いくつだ ?40 か。お疲れさんした。投手コーチにしかなれねえのかな?海外スカウトとかやれねえかな?
田くんがもうちょい下げぐらいね。まあ、あんま投げてないしね。八木さんももう、八木さんももう出番なさそう。若狭くん、ちょい上げ希望か。まあね。綺麗になって帰ってきたし、まあちょい上げで。まあ現状維持で、松井さんも、まあまだいけるでしょう、おそらく。外3引退と、メクツが41か。いや、うちにコーチとして来てくれてね。本当、非常に助かりましたよ。引退試合すればよかったな。押川は、そうね、今25だろ ?25 だ、これか。まあまあまあ、そこまで下げんでもよかろう。2000万で頑張ってくれ。来期期待してるよ。石崎くん、何年俸下げてとか言ったの、君まだまだこれからだよ。順次でいいよ、下げたりしないで。ね、平井さんも、11試合だろ。平井さんも、お疲れ様でした。福山さんもな、活躍の場作りたかったな。お疲れ様でした。この辺はまあまあまあ、現状維持でいいかろうと。村さん、ちょっと上げてくれと。そうね、怪我を乗り越えてね。いや、ちょっとさすがにそれは無理っすわ。現状維持っすわ。おばさん復活したからね。復活したけども、衰えに衰えてるもんね。おばさんももう、いいか。で、野手ね、須崎くんが。あれ、82試合出てるけどね、そんなもんでいいの？ 3000 万あげるよ。鈴野くんが現状維持、そうね。もうちょっと頑張ってほしかったかな、っていう思いは、まあ、少なからずあるけどね。FA まで1年か。もうそんな経つか、鈴野くん。で、奥村さんは、もう下げてって言うなら飲もうかね、そう。金木くんだいぶ持ち直したね。切り抜いとこまであげよう。3現状維持そうね。打率もうちょっと伸びればね。出場機会ももうちょっと与えたかったかな。上田さん、来期の衰えも考えると、ちょっと2000万で勘弁してください。掛川くんね、大ブレイクしたね、今年ね。7000万だ。塩田ももう欠かせない存在だからね。ゴールデングラブだし、6000万で。山川さん、6000人は、本命で13本だろ？ちょい下げで。中畑君、ああ、要求してくるね、君。君結構ね、我慢して使ってたと思うんだけどね、僕は。もうまあ2年目で19歳で、こんだけやってくれるからね、倍増で勘弁してくれ。田代さんは試合数少なかったもんね。相手もまあやってくれると信じてるけど、能力下がってる。つのほくんはね、ちょっと君の守備で、君の趣味でね、この打撃成績はちょっと、なんなら現状維持でもいいんじゃないかっていう説もあるよね。別府くんは、そうね、そんなとこだろう。西田さんね、連敗止めてくれたからね、もうわっしょいということで、連敗止めた代をね、600万ぐらいあげよう。北島くんも2000万、まあまあ、その方が、西浦さんね、西浦さん、もうちょっとやってくれると思うんだよ、僕はね。津波くんも、機会増やしたけどね。増やしたっ
ていうよりも、すすのくんの不調で増えた感じなんで、ちょっと君はまあ現状維持だ。ゆけくんもまあ現状維持、やちさん現状維持、松本さん。そうね。まあまあ800万で、今までの貢献の分も考えるとね。松本さん、出番あるか？荒木さんもね、代打要員で、まあまあまあ、よかろう、まだ。さんも、まあ先生として残ってもらわにゃ困る。藤井さんも、別にチャンスしかねえんだよな。であればもう、ちょっと、ここで、自由契約かな。松井さん、どうしよう。代打枠でまだ、まだ誰か調子悪ければ代打枠でっていうところあるね。よし、じゃあこんな感じで。こんな感じでいこう。あー、引退ね。もう、パパ引退してたね。さーて、別れがあれば出会いもある。ドラフト会議の時間です。の前に機材買うて、ファン缶買うて、ドラフトに向かおう。さーて、今年はどんな人がいるかな？オールウェイのショートとか出てこねえかな？七尾。ほう。そうねー。まあ、社会人、あんまり目星のいないね。お、これはっていうような社会人いないね。まあまあ、この辺が使えるかなって感じかな。お、熊田。22歳社会人。ただうちは中畑がいるからね。どっちか控えでってなると別にドラ1で取んなくていいんだよね。秋野面白そうね。ああ、俺の好きなタイプだな。DD くらいのね、コントロール、スタミナって先発で。よし、一見、こそ俺の好きなタイプね。うちにいっぱいいる、このタイプ。そんなになんか、今年も、戸谷くんかな？戸谷くん、キャッチャーとしちゃあれだけど、ファーストとか行って、いいんじゃねえの？ヒルタいいね。大江くん、お、寺門。大分出身、あ、大分の高校生でこれか、いいね、欲しいね。どんな感じ？あ、ちなみに私、大分県民です。はい。ミート F。パワー D 以上。足はまあいいや。肩 D の守備 E。もうほぼじゃあこのまんまの能力か。守備力はまあ、ちょっと上げて。で、使えば、高卒キャッチャーとしてはっていうところだね。お、谷本。谷本もいいね。木山もいいね。俺が好きなタイプだね。松倉。これも守備型の、まあ、しかも、56ある守備力いいね。打撃もまあいいとかなんで、で、上げてやれば使えるもんね。森木もまあいいんじゃねえか。守備力ちょっと低いか。左。あー、どうしよう。なんか同じようなやつばっかになっちゃうな、うちのガヤな。
毛皮タイプだろこれって。谷本とかもいいもんな。森木の上位互換谷本みたいな感じあるもんな。谷本を取ってアフリカにぶち込むのもいいね。アフリカ生かすのもありだね。ちょっと、大分県の高校生を取ろうかね。でも1位で取る必要ある？残ってそうだよね。っていうこと考えると、蛭田とか、高倉とか言っといた方がよくない？よくあるね。あるけど、この辺は残るか。もう1位大分の寺門くん取ろう。あ、やっぱ、トヤ被るね。あ、森木取られた。具志堅も取られた。まあいいや。島津くん、そんな良かったかな。谷本を取っておくと。欲しかったのはでもこれぐらいかな、俺的には。秋山もそう悩んだんね。先発タイプで、同じようなの結構いるんだよなーって言って、やめたね。で、そう、ダイソーにできるような、そういう足の速いタイプが欲しいんですよね。大分の社会人。佐世くん取っていくか。それとは D か C かのとこか。佐世くん取っといて、守備力も低いな。社会人ですよか。社会人として恥ずかしくないのか。そう、足の速いやつがいないんですよね、うち。平林。面白いけどね。篠田とかどうよ。バットもまあそこそこ。守備はちょっと目つぶってみたいな。守備に目つぶるやつ多すぎるな、うち。その方もいいんだけどね。うちの戦力ではないよね。になってくるとちょっといらないかなっていうのもね。26歳だろ。そしたら佐世か。走る要因で佐世取って、であとは、牧山か。今年のドラフトは終わりかな。よーし、さあ頑張ろうね。よろしく。寺門くん、谷本くん、佐世くん、牧山くん。さあ誰か帰ってくるんかい。誰か帰ってきたね。藤波くんが帰ってきた。すーげー。負けないエース。5億も要求してくんのか。いらねえな。あらあらあら、記載が。さあ、ポスティング今年は、大瀬良さんが却下されてる。あらあらあら、記載が。さあ、今年 FA は、お、菊池さんが FA。33。すげえな。約1億2千万でいいの、これで。めっちゃ欲しい。クリスさん。うわぁ。いいなぁ。馬村さん。いいなぁ。浅村さん。いいなぁ。33か。浦沢さんがいいなぁ。犬井さん。はぁ、いいなぁ。3100万とかでいいの？ピンチに弱いけど。
太田さん、まだプロ野球選手だったんですね。田中さん、はいはい、今この方だろう。岩崎さん、はいはい。それで一応8000万も要求してくるのが、不定野郎だ。1億2000万人ならね、菊池さんとかめっちゃ欲しいですけどね。もう能力下がってきてるのね。インさん使えそうだけどね。35歳。まあいいや。さあ、どうなるのかな？あんまりなんか何とも言えない感じでしたね。さあ、自由契約。安いコーチとか取れねえかな。広角打法持ってる。ラッツさん。37さん。1000万で広角打法コーチ。待って、外国人選手ってどのぐらいで教えられるんだっけ？得意。あんまりこれといった、どちらかというともう藤井さんが目玉になるようなレベルだね。ノブさん、あんまり伸びないまま終わったんだね。低めの三田村。いけるんと違う？岡村さんもまあいけそうね。赤いけどね、一発と支給か。あんまりよくはないけどね。追い原さんとか。まだいけそうだけどね。リリース玉持ち。落ちこない？中後ろさん、綺麗多い。こんなもんかね。よし、以上だ。はい、よろしくお願いします。んで、まあ、時間も時間なんで、はい、練習機材、はいはいはい、もう、みんな練習機材は沢村くん状態と、時間も時間なんで、まあ、今回はこの辺にしようかね。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらまた次回も見ていってください。それでは、失礼いたします。